はいどうもー、チカタンでございまーす。メルトロさん、大変、大変、大変長らくお待たせいたしました。まだ完璧に歌えるかわかりませんけども、メルトロさんのリクエスト、ビーズさんの一部と全部、フルで、行ってみたいと思いますもん。まだ完璧ではないですけどね。ちょっと行ってみます。あなたは私のほんの一部しか知らない。勝ち誇るように笑われてもそれほど嫌じゃないよ。生まれてくる前聞いたようなその深い声、それだけで実際のおかずになれるくらいです。全て知るのはとても無理なのに、僕らはどうしてあくまで何度も切腹したがる。完璧を求め愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに。もしそれが君のほんの一部だとしても、何よりも確実にはっきり好きなところなんだ。困った時少し眉毛を曲げてみせたり、抱き寄せるとホッとするような柔らかさだったり、全て掴んだつもりにならばまた傷つくだろう。本当にいるのは有無を言わせない、圧倒的な手触り。愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに。あダメですね、まだボロボロでこじゃりますね。ごめんなさい。君にしかわからないこと、僕だけが見えていること、どれも本当のこと、全て何かの一部ってことに僕らは気づかない。愛しいわけを見つけたのならもう失わないで、愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに、それだけでいいのに。ということで、メルトロさん、大変長らくお待たせいたしました。ちょっとグダグダでしたけども、フル、行きましたので、よろしくお願いします。